継ぎ目が残って割れちゃいますので、継ぎ目をこう、なじませてくださいね。はい。ね、ペルペルペル作ろうとしないよね。もういいですよ。なんか、嫌な予感がして。前と同じの第2号。はい。時々ちょっと剥がして。ないですよ。完全にくっつかないですよ、実際ね。ちょっとこっちの方が難しいよ。普通に最初は多分ペロペロペロですか。ペロペロペロはもう大丈夫ですよ。良くなかったんじゃないか。なんか、気のせいだよ。でかい。だいぶくっついてます。うん、普通にやった方が早そうだよ。ちゃんとくっついちゃうよ。くっついちゃうよ、ね。うん、すみません、あの、ペーパー待ってください。うん。これで、改めてくっつけてみますよ。こう巻いてた方がいいですね。いや、これきちいよ。木を寄せてください。要はこんな感じ。木を寄せてください。要はこんな感じ。普通にやろう、普通に。結構時間大事だからね。はい。いや、あんな感じがする。いけるぞ。そこで。全部しっかりして。板抜けた。はい。で、ちょっと行ってみましょう。で、これだいぶ重なるので、ちょっと剥がすの大変かもしれないですね。どうかな。急げ。よっ、粘土が足りませんでした。あ、ちょっと厳しいですね。これより薄くするとダメですよね。ないよりはいいのか、あの場合。GoPro を撮影して、それでやってみようか。じゃあ本当すっかり GoPro の存在忘れてた。うん、 GoPro 撮影して、あ、してるのね。電源をオフにします。 GoPro さん、やる気がないじゃないか。君干して半額になったら切れたもんですね。今回はその方がいいですよ、はい、今、カリゴリ骨組みで撮ったから寝たります。かわいくない、はい、ちょっとこれ第2弾インドを追加したいです。どんどん作ってよ。うん、はい、長方形の前に、はい、ワイヤースカメラで当然の、あの、伸ばして、ね、周りを上げてもいいんですけど、大変な場合はじゃあ、ちょっと伸ばしていきましょう。8爆睡8爆睡してる。
あったかいかな。あ、前来てる時はだいぶ人になりましたもんね。よかった。もう人がいてる。住んでるかもね。そうやって剥がすんだ。ねえ、取っ手を持ってボーンっていくのか。緊張じゃないこれ。結構。お皿作ろうかな。遊んでる。粉だらけになりなかった。ミクルさんも綺麗だった。そう、肩持ち上げてください。何個目？私も何個目なんだけど、これ2個できるんだよ。見たくなる、うん、これミクルさんみたいな。いや、私越したんじゃないか、それ。いや、越してないですよ。まだ、まだコンパクトで。あ、まだアンナさん、若干ついてる、若干ついてる。よかったよ。首ちょんぱ状態。縄首みたいな。シュナの飛びから私生えてる。生えてるね。よっ。はい。これで焼くとどんぐらいの大きさになるんだい？これ、1枚切りますね。これですと、大体、細くこれぐらいになって、縦がこれぐらいになります。ちょうどいい。はい、で、これの場合は、はい、しょっくないほら。新聞紙で。なんで？これで、はい。はい。で、まず、仮止めしては濡れてます。はい。これでいい気がする。これゴール。こちら側に。こう板の上ですね。そうするとここに板を置きますので。じゃあこのままで。一旦乾かしてもらいますよ。乾かします。はい。はい。ありがとうございます。シュナが動くたびに水がしなる。
ミヒッミヒッって何なんてやろ、技法師さんの、ね、すげえ、うん、今こうやって模様を彫ると余分なゴミが出ますよね、うん、これは取れませんよ、取れませんよ、入ってる状態、これ書いてあるところですね。で自分が料理動画撮った時に使いたいお皿乾いたら、なんか大体こうなってます。あ、硬い、すごい、うん、プロペラ弁作んなって言ってたじゃん。この辺こっちも急がないと乾いちゃう、うん、じゃあプロペラでもう一個作ろう。これ完成、完成です。どうしよう、お腹減った、お腹減るよね、うん、みんなこれどんなぐらいでこれ使うの？え、ちょっとあれ取ってください。なんか豚マークとかつけようと思った。いったか、いったんじゃないかこれ。削ってきてもいいですよ。だけで回しながら切っていく。いた？切れてますか？わかりません。だね。ここ取っていいってことだよね。シュン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 。切ったよ。あら、今度また。で、あとで貼りやすいように貼っておきます。ほうほうほう、これをこっちに見て、裏掛けも下から引き渡る。あー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 びっくりした、びっくりした、怖い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 、まだいきますよ、いや、ちょっとひっくり返してくださいね。見て、裏掛けも仕上がったりするんですよ、はい、で、これをこっちに固めちゃうと集中できますんで、なんかそーっとなります。あとこのシワなんかは余った粘土でこう柔らかくしてこれ埋めててください。ひっくり返してくださいな。あー怖かった。削ってきました。やり方なんですけど、こう今日は削るとこを持っていただいて、でこう削ってたんですね。なるほど、厚みを出してください。スイスイ作ってた、ね、そうそうそう、もっと簡単なのかと思ったんだよ。何がお皿作るの難しい、私やっぱこういうの向いてないんだな、うん、小学生の時ショーもいびつなうさぎのお面でショーも失敗したなって思ったんですけど怖かったですもん、自分で可愛いの作ろうと思ったら、なんか怪物みたいな。いい感じかな、いい感じかな、ちょっといびつの方が可愛いよね、そう思うよね。カード真ん中によし、せーの、はい。ペタペタして、こう言われてみよう。くっつける。はい、かわいい。耳最強説。こいつがいなくなったら、お前立ってられるのか、大丈夫か。いますよ、お父ちゃんの敵。こ
こんなことやって失敗しそうだけど。ピザみたい。そう言われてみれば。お茶碗でこれ横も開けたりでまた両手を後ろに合わせて詰め込んでるちょっとこうですでこの部屋に置いてる助けないどうしたのすごいよかったはいはい左の部屋を見ていただいてこれ抜かれてるかはい今日親指入れますよ今度は左手でおお。いいですよ、子供ぐらいですかねこの大きさでいいですかちょうど子供ぶりとお茶碗の中ぐらいですかお茶碗と大きめです、はい、じゃあ、あと中で2番のケースはいこれピースですよねで、2番こうですよねこっちにもあった方がいいです危ない危ないダメですあ、でも、こう出しますねあ、いけました
はい、行きました。はい、行きました。よかった、よかった、よかった。はい、ありがとうございました。大きかった。